頭すごい。頭はちょっと縛り直すわ。そう聞こえます？そう、上の人がね、なんかセルフで自分でなんかリフォームやってんよ。でそれで前も一回やってんけど、なんか Wi-Fi の調子がすげえ悪くて、え、マジうるさいやん。え、こんなうるさい。え、こんなうるさい。うせやん。いや、ほんで、なんかその J-COM に言ったら、いつ来るかわかりませんみたいな、行けるかわかりませんって言われて、いや、マジかと。ならばと、せや。イェーイ、J-COM ケロテイ。さあ、宮島です。ここね、僕、イン飛ぶんちゃうかなと、そう思います。その、なんでかって言ったら、まあ、あんまりなんかスタートが見えてないような気がしたんよ。で、2号艇、おい、濁って、おい、おい、濁って大丈夫かよ。大丈夫か。大丈夫、大丈夫。行ってくるよ。コースは3号艇、大江順。4コース、角は4号艇。伸びは悪く。よし、行け。行くんや。5コース、5号艇、三重重力也。ここは持ち前のスタート力発揮しますか。すいませんね、ちょっとなんか工事の音がドドドドド言うてるけど、よし、この関係ない、行け。風はホーム向かいの風2メートル、人気の丹下の陰線、内から1番、2番、行け、行け、行け、よし、スタート、行け、よし、よし、5、じゃあそっから、もうぐちゃぐちゃっとだれ、ぐちゃぐちゃっとだれ、張っていけ、よし、中くるっと入れ、あかんか、あー、や、もう、あー、あかんか、丹下保つ早くもリード取っています。その後ろは2号艇石川と5号艇峰重ピタッと並んでの日合水、あとは3番6番4番も差がなく運んできました。スタートは正常、ま、ダメか。2号艇が先行、3号艇をつけるかわされて、内から5号艇の峰重でホーム側に帰り、内外に広がって2番手接戦は続いたまま、レースはこれから1周目です。これ1号や、あ、1号か。石川は抑え込んでいますが、抵抗する5号艇の峰重、ここは峰重がコーナー先取って、ああ2号艇うまい。2号艇の石川でバック側に入りますが、まだまだ決着つかない。日賀水は今ピタッとくっついて、内側から2号艇石川、外側に5号艇の峰重、その後ろ少し水がいて、残る3手は横に並んだ形。これから2周の2マーク、先手打つのは2号艇石川です。その後ろから3号艇がやってきた。そこは少し壁になったか、5号艇の峰重、ここで前に出たのは2号艇石川で、リード4艇身広げて上位の体型、1番、2番、5番手レースは最終周回です。先頭はトップスターと決めて逃げました。1号艇丹下保つ、2番手は道中さばいた2号艇石川です。 やっぱりそうなるか。最後1番木下から2番に行った3番、よし行け、スタート決めろ。しかし A 級4番小林文子、揃えよ揃えよ揃えよ、どう出るか。進入コースインコースから1番2番、よしよし、6行かれへんやろ。よしよし、スタートしました。よし3、まずインから1番木下、3コース3番の川下もいいスタート。1、3でもいいよ、31でもいいよ、31でもいいよ、31いいよ、31でもいいよ、3番の川下ですが、まず逃げた1番の木下、じゃあ2号艇残そう。2号艇残したら結構高い。これ残る4人が3番で浅い、まず内から6番、よし2号艇頑張れ。5はないよ、5はない、5はないから、1番3番で間もなく第2ターンマークスタートは、いけるいける、よしいける、いけるいける、あ、いやー6か、
いやけど2位頑張れ、2位頑張れ。 A1 6番の井上和樹が抜け出そうかというところ、後ろ3号で、よし頑張れよ、頑張ってくれ、頑張ってくれ、頑張ってくれ。今4番手争いが最後に5番の斉藤、気抜くなよ、4号手ちょっと、ナイスナイス、進んだ進んだ、よしよし。バックに入っています。単独先頭1番の木下雄介、2番手3番の川尻大輔、3番手は6番の井上和樹、136もう独走体制か、1番の木下雄介です。気抜かんといてな、気抜かんといてくださいよ、お願いしますよ。よしよし、6番の井上和樹、上位3手はほぼ落ち着いてまいりました。まもなく2号手上がってけえへんか、1からまずはいいスタート、1番の木下がコンマ2台前半トップスタートだったでしょうか。そのまま押し切りました。まくり出してきた3番の川尻が2番手、残る3点、もうちょっともう形決まったな、これは。そこから6番の井上が単独の3番手で136、上位3点は落ち着いて最終の第2ターンマークへ向かっています。この後1番木下は第9レースに登場、3番川尻第6レースに、6番井上第10レース、最終直線コースで間もなくゴールを迎えます。まず先頭1番の木下雄介が5人、2番手3番の川尻、3番手の川尻、はい、ナイス。2番に行った4番小林文子、最後、はい、ナイス。イエーイ、ジェイコム協定。4コース引いていって角、思いっきり後ろに引いています、平尾孝則。いや頭までは4号でないでしょう、スタート決めてくれたら大丈夫。ちょっと1号艇2号艇 F 持ちやけど、頼むからスタートだけほんま揃って、お願いお願いします、ほんまお願いします、お願いします、4号艇止めてください。よし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 、 OK 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 OK。1号手が少し遅れてスタートしてから、ちょ、止めろ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 、2号手な、止めてください。さあここは角まくり一撃、先頭は4号手平尾孝則。おー、ところ1号艇下川、2番手優勢も内から2号艇6号艇が並んでいきます。スタートは正常でした。2次争いが混戦模様、左内から6号艇が先行、 V は切り込んできた2号艇、握り込んでいった1号艇が一気に出てきました。あーもう1号艇下川、2番手負傷、2艇新相手6号艇伊藤が3番手、なんとかならんか1号艇頑張ってく、146とかクソ熱いんやけど。アウトコース差がなく2号艇北川もやってきます。これから2周の1マーク、さあ並んだ6号艇が先に回りますが、回して差し返す1号艇の下が頭まであった、まして上位の体型は4番1番6番です。6号艇の伊藤の後ろ少しここで水が空いてきました。2号艇お願い、なんかなんスーパーターン、これから2周の2マーク、4号艇1号艇落ち着いてきた、2号艇あーもう勘弁してくださいよ。リード広がって6号艇伊藤が3番手を守って、レースはこれから最終周回です。先頭は4コースからの角、スタートしからぐんぐん伸びてまくりました。4号艇平尾孝則、2番手は混戦、いやいやいや下川貴文、頭まで、ああ、もう6来たらクソ熱いから、もうそれやったらもう2号手頑張ってください。意地を見せて完全に6番伊藤捕まえました。うちに2番捕まえろ、ラストターンマーク、上位の2人は4号艇1号艇クリア、あーガン飛んだ、ガン飛んだか、6号艇 V は切り込んできた、2号艇さあ2番か6番か、もう6クソ高いんよ。第2レース先頭は4番ゴーリン、1番ゴーリン逆転ありました、あ2か、6番ゴーリン、3番ゴーリン、気に
生の豊田康弘です。枠番通りの3対3と分かれました。進入インから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。1号艇テルヤ、4号艇の高橋、いいスタートを切りました。1周1番空き、1号艇テルヤ逃げる、3号艇の長谷川まくりにくい、2号艇小林、4号艇高橋、内からバックストレッチです。1号艇のテルヤが押し切って先頭、3号艇の長谷川が2番手、内4号艇の高橋、一定進一定進さん、5号艇宮地、6号艇のトヨタ、2号艇の小林が続いてスタート正常でした。1周2マーク、1号艇テルヤ、4号艇の高橋が2番手先手打つところからは3号艇の長谷川、3号艇長谷川、4号艇高橋、スタンド前、3号艇の長谷川が2番手です。3番手が4号艇高橋、5号艇の宮地、6号艇豊田、最後方は2号艇の小林です。2周1マーク、1号艇照屋、3号艇の長谷川、5号艇の宮地が3番手先に回ってきます。角度これこそ後ないからね、頼むよ。開催2日目の公募カードは中盤戦に移りまして、第5レースの予選競争です。対戦メンバーは1号艇中島渡る、2号艇北村誠二、3号艇斉藤正幸、4号艇中岡雅彦、5号艇大原義政、6号艇大江純、以上6名の対戦です。目立った動きはなく、枠なりでゆっくりとした待機行動。インコース人気を背負ったのは1号艇です、中島渡る。初日はアウト6コースからで1回走り6着大敗、ここは気を取り直して後枠から立て直していきたいところ。2コースが2号艇です、北村誠二。北村は、おい、ちょ、1号艇ちょ、ボサッとすんなよ、ちょ、なんか寄りすぎてないか、これ。3コースが3号艇斉藤正幸で、スローは3艇。本番も角1は4コース4号艇中岡雅彦。5コースに5号艇大原義政、6号艇大江純が6コース回りとなりました。3対3です。よしこーレース進入はインコースから1番2番3番4番5番1号艇ちょっと打ちすぎんか。スタートしました、ばらけたスタート。2コースから2号艇、あー5号艇止めろ、よし、まくるな、まくるなって。2号艇北村若干寄りすぎた分、まくんなや、1号艇寄りすぎや。内から4号艇旋回してバックストレッチですが、頼む、北村がトップ、2番手はもう赤いよ、もう何しとん、寄りすぎやって。1周2マーク、あ、もう危ないと思ったもん。北村2番手握り合う3号艇と5号艇、くるっと4号艇中岡小回りでホーム側、先頭はマジ何しとん。北村誠二2番手守るのは1艇身から2艇身で3号艇斉藤、外から猛追で5号艇大原の2353艇身遅れの4番手に4号艇の中岡、続いて2周の1マーク。2番手争いは注目、3号艇の斉藤にここも握ってつけまい、5号艇の大原がバックアーで見せますが、それでも内からこらえて3号艇の斉藤正幸、へさきだけ覗いています。外から並んで5号艇は大原、3号艇5号艇一気に抜いて、その後ろは5艇身以上空いています。2周の2マーク、トップ位置取り悪いっしょ。2番手争い、3号艇の斉藤が回る、今度は打ち狙って5号艇大原ですが入りきれず、2番手守るのは3艇身となった3号艇の斉藤、上位台形は2番3番5番で、レースは最終周回に入っています。ここは2コースからのまくりを決めて初白星へ向かいます。2号艇北村誠二がトップで3周1マーク、接戦の2番手争いは守っていまして、3号艇斉藤正幸、3番手が5号艇出たよ、上位体系2番3番5番です。2番3番5番、これは満州3連単110倍2番3番2連単22.8倍を示しています。ラストターンマーク、トップで2号艇の北村誠二、2番手3号艇の斉藤、内から狙って後ろ5号艇の大原ですが3番手まで、上位体系は2番3番5番、第5レース先頭2番ゴールイン、3番5番ゴールイン、4番ゴールイン、6番1番1番6番は接戦のゴールイン、接戦戦でいい。
泣いちゃう、もう泣いちゃう。こんなはずじゃなかったのに。いやもう、いやもう見た時に、いや1号艇寄りすぎやろって思って、寄りすぎちゃうかと。そんな案の定なんか回れてないよ。何しよん、何しよん。はい、J コムが来るまでに着きました。ありがとうございました。もういいです、もうやめます、もうやだ。では濁って大丈夫かよ。